樹木の立つ屋外で古代の女神の足を洗うお供の女性と仲間たち。17世紀オランダの画家フェルメールが1655年から56年頃に描いたとされるディアナと人夫たち。黄色の衣装に毛皮をつけ、三日月を頭にいただく月と狩りの女神ディアナ。その足を洗うのは森や水の精の人夫。彼女たちは古代神話の人物ですが、17世紀オランダの衣装をつけています。女神の狩りに従う犬が控えていますが、これはフェルメールの絵では珍しい動物モチーフ。影になり横顔で表される犬や人物たちの視線は互いに交わることがなく、相互の関係が控えめに表される本作は、活動的な狩りの女神を主人公に据えながら静かで穏やかなシーンが演出されるユニークな内容の絵となっています。